湯本敏弘は、日本の政治家、鹿児島県姶良市長。日本テレビで、政治記者、コンプライアンス推進室交差部交差担当部長、情報カルチャー局担当部長などを務め、情報、報道番組のプロデューサーを担当した。鹿児島県姶良市生まれ。鹿児島市立、東谷山小学校、鹿児島大学教育学部附属中学校、鹿児島県立鶴丸高等学校卒業。 1988年3月、早稲田大学法学部卒業。大学卒業後、日本テレビへ入社。同期入社の小栗泉と共に報道局に配属され、政治記者として活躍。アナウンサーでは同期入社に、福沢明、村山義彦、関谷綾子、永井美奈子もいた。政治記者時代は55年体制が崩壊した時で、あり記者としての活動は、 多忙を極めたという、番組ディレクターを経て、番組プロデューサーにつく。番組プロデューサー時代では、ズームイン、朝、など数多くの情報、報道番組を手掛け主に報道畑を歩んだ。コンプライアンス推進室交差部交差担当部長、情報カルチャー局担当部長などを経て2013年7月、日本テレビを退社。同年10月19日、 2014年4月20日執行の愛良市長選挙に立候補することを発表し、現職の笹山義弘に挑むも、僅差で惜敗。2014年10月から2017年9月までが、5、ピタコメンテーターとして出演した。2017年11月1日、人気満了に伴う愛良市長選挙への再出馬を表明し、 2018年4月22日投開票の市長選で現職を破り初当選を果たした。4月25日市長就任。ありがとうございます。